よし、はい、はい、もうこれ、はい、お客さんいません。お客さんがいないのではない。暑いので誰もこんなところには座らないから、気持ちじゃなくてこっちね。暑いのではなくて、暑いのではなくてお客さんがいないのではなくて、こんなところに、こんなところ、こん、お客さんが、何言って、お客さんが、いないのではない。お客さんは暑いから下にいる。そういうことです。はい。はい、いつもの場所に行ってます。流す、はい。はい。はい。いつもの場所に、いつもの場所に行ってます。はい、じゃあ2番飲むよ。お客さんがね、めっちゃ下の階にいるんだけど、よろしくお姉さん、お姉さん、よし、お散歩や、お釣りたわ。はい、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 オッケー、はい、寿司、おー、うまそう、美味しそう、美味しそうな、そうだけど、具はうまそうみたいな感じで、具はうまそう、イカ、イカだよ、イカ、具はうまそうな料理だよな。どいつもだ、まあ、右手と左手のこのバランスとか考えると、具はうまそう料理は右手で食べるから、これ左手に置いてっていうのがいいんだろうな。ここでこれぐらいで私の顔も入り、料理も、もうちょっと引こうか。まあこんな感じだよね。これでいつものこのパターン、はい、オッケー、いつものパターンでいただいていくよ。はい、これいつものパターンね。はい、いつものパターンでさ、これワンモノがここにあって、まあワンモノはなんだろう、いつもこれ、あー、魚眼だっつっても、まあわかんないからね。そういう点ではスマホ最強やよね。これでさ、なんか適当に撮ってた。はい。これ、はい。魚眼。はい。で、これ豆腐。唐揚げ。はい、煮たやつ。醤油。で、あの、イカね。イカ。イカ、新鮮イカ系。こんな感じ。今回こんな感じ。はい。こうかな。はい。もう、もういいよね、これでね。はい。料理はいい。はい、あとは私がいつものように黙々と食べていくだけの、ただ単に食べるだけの動画になりますんでね。あの、毎回同じパターンでいくから。あ、これで、エビを、この、エビが、エビが毎回難関だから。このエビね。エビ、もう毎回、エビは先に殻を取りましょう。エビ殻取っとかないと、もうこれ大変だから。大変だから先にエビの殻だけは取っておく。え？わかんないけど、あの、牛肉じゃない、豚肉。鶏肉よりこのイカの方がね、お値段ちょっと高いのよ。なんでなんだろう、これ。
思ったら、やっぱ海産物だからシーフードが高いっていうのはそれはもちろんわかるんだけど、なんか鮮度が違うとか特別な何かもあるのかね。ちょっとやこの中華のエビあれやな、なんか、ね、色がすっごい濃いんだけど、ビアスビコ。よし。これエビを、まあこれね、殻をつけたの、茹でたとか、それはね、なんか旨味もあるそうなんだけど、これあの、まあ、ちなみに毎回あの、ベトナム人のお母さん、すいません、エビめんどくさいんで剥いてくれますかって剥いてくれたりするんだけど、お店だからね、これね。お店で食べる。こういう感じ、こういう感じ。よし。で、だ。で、一応エビね。エビでまあご飯食べる。お、ご飯。で、これ、さっきの魚眼とは何ぐらい？はい、こうやって魚眼ね。うん。で、エビ。うん。で、今回の、この、醤油。うん。おいしい。うん。プリプリ感がね、あるね。で、イカだよね。イカよ。これだと思うんだけど。うん。あ、これは すんごい、まあ、シンプルに茹でただけです。なんか、たぶん、特にあの、港で取れたやつだから、新鮮なやつでするってことかな。うん。まあ、醤油だな。うまい。で、順番に攻めていこうかな。豆腐。あ、豆腐ですか。味が染みてる。で、相手派だろうな。うん。で、優しい味。うん。優しい味だ。フォーミュレーションなんかね、みんなこのスープにしても、これ煮たものとか揚げたものでも何でもそうだよ。はい、激辛とか激甘とか激酸っぱはない。微妙なアミノ酸系フォーミュレーションで勝負してると思うんですよ。ね、このキムチもちょっと辛かったりするけど、これぐらいだよ。うん、あ、確かに
イカ。歯もタイプちゃう。最近取れました、早速サッと入れましたみたいな感じの。だって歯もたえ。で、今日なんか卵入ってる、うん、味が染みてますね、これ。黄身の中の味の染みっぷりがもうちゃんとしてるから、はい、ここにもちっちゃいエビが、これ調味料用のだしとかですよな。前のこの話ですけど、全部食べ終わるんだ、これ。何だからね、うん、うん、もうゴープロ君も熱くなってるし、まあね、もういいよね、これぐらいでいいよ、はい、もう全部食べないからね、はい、じゃあね、はい。